おはようございます、ジャスト株式会社代表関正樹です、はい、今回ちょっと歴史的な法則みたいなお話をしたいと思うんですけど、はい、ちょっと薄いかな、主従をこう逆転の法則みたいな、反転の法則、はい、法則っていうよりも傾向とか現象でもいいと思うんだけど、はい、例えばこう種のものがあってこう付属的なもの、うん、まあ銃っていうよりも付属といった方がいい、はい、オプションメインとオプションみたいな、はい、でこれが逆転していきますよ、ね、メインだったものが銃になって、はい、銃だったものが種になっていくっていうね、うん、例えばね、平安時代貴族の時代があったとしますね、その時に銃だったのは武士みたいな人たち、うん、まあ、要は用心棒だよね単なる、はい、それがやがてこう政権を取っていって、うん、今度逆になっていく、はい、とかね、あと江戸時代は武士の時代だったんだけど、この武士の方の勝手口にこう出入りしてこう着物を売ったり、こう味噌醤油を売ったりしたこう商人たちがこう台頭してきて、幕末の頃になるとその商人たちがこう武士に対してお金を貸すようになって、こう武士の方が頭上がらなくなってくるんだよ、はい、で明治になると商人の時代になっていったっていう話なんで、あとここら辺ちょっとこの諏訪地域の話なんですが、明治期に入ってから製紙業、いわゆるお蚕さんからこう絹を作ってっていう産業がものすごい盛んになって、はい、日本のね大体8割ぐらいの、なんか黒字なんか、まあ、黒字輸出だ、うん、輸出をこれ支えてたんだよね、はい、で大体昭和初期ぐらいからこうナイロンがね発明されたから、こうこのお蚕さん のバイオの世界が衰退していくんだよね、うん、正式には、はい、で次に工業がやっぱこの地域を起こってきたんだけど、はい、その時にどういうやっぱね銃たる人たちが次の担い手になったっていうのはね、ここら辺すごい寒い地域なんで、ね、標高800メートルあるところで、はい、やっぱ配管が必要だよね、こう水を回す、はい、製紙業だからね、うん、それで結構ねやっぱ凍結したり破裂したりこの配管がしたりしたんだよね、はい、だからねその配管業者たちがね次の工業の担い手になった、うん、で東洋バルブっていう日本最大 のバルブメーカーができて、はい、でそこはねやっぱねなんていうか工作機械、まあ、輸出する工作機械高いじゃんね、はい、鉄切ったり貼ったりする、うん、それをね自前で作っていくんだよね、はい、でその のエンジニアリングの人たちがエンジニアの人たちがこう独立してまたこの精密工業をこうしてると、うん、従業としても逆転していくっていうかね、はい、うん、でこういうのね至る所にあるんで、うん、ちょっと一旦切りましょう、はいはい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。